守るも攻めるも黒金の浮かべるしのぞたのみ。ゲーレ、ナオレ、皆様、ゴンヤマトです。別件大きい運動会どうなるんですよね。 A も内向ボイコットしたらしいじゃん。米の国も続くらしいよ。肉まんは内政干渉だって怒ってるらしいでちゅよ。うちの日和騎士団はどうかしら。受けてみろ奥義。言わざる。国益の観点から自ら判断するだって。ああ、なんかもうこの人大丈夫なんですよね。世界では内向ボイコットに向かってるんですよ。おパイオクさん、得意の日本は遅れている。お願いしますよ。ほんと参議院で辞任風呂負けすらんちゃうのですよね。では今日のニュースです。高い地方へも狭まるってニュースが何度も出てるけど、そんなニュースです。発信はOK でも仕事はさせない。今政府与党内には高い地方へもとも言われるトライアングルが存在する。構成するのは岸田文雄首相とシェイシェイ茂木幹事長、そして旧名党だ。岸田氏は9月の自民党総裁選でこそ保守派の関心を誘う首相を重ねたが、そもそもがリベラル派を包容する宏池会の会長である。高灰色の強い高市氏とは会うはずがない。自民党中堅議員とされる。11月25日に開かれた自民党の新しい資本主義実行本部の初会合で、高市氏の姿はそこになかった。新しい資本主義は党の政策も自分と茂木氏でまとめていこうという考えが岸田にはあるのでしょう。麻生氏を含めた3人に共通するのは派閥の会長であることだ。派閥を率いる者とは格が違う。自民党ベテランとの前提は消えない。シェイエイ茂木と公明党も内向安全保障政策で高灰色の強い高市氏は苦手で、なるべくならば幹事長同士党首同士で物事を決めていきたいという本音がうかがえます。岸田首相が日中友好議員連盟会長を務めた親中派の林衆院議員を外相に起用し、冷え込んできた中の国との距離感を修正する中で、対中右強硬派である安倍氏ら保守政治家の警戒心は高まっている。来年は2月に北京大きい運動会が開幕し、日中国交正常化50周年の節目にもある。全ては来年にかかっている。安倍氏に近い自民党中堅議員は不気味な闇を浮かべる。前々からですけど、岸田の高市さんへの扱いがひどいと思いません？幹事長にシェイシェイを持ってきた時点でほとんど期待できないと思ったわ。ですよね。参院選で岸田にはおさらばしてもらいたいわ。もう参議院前でお願いしたいですね。では気分を変えてニュースを簡略にお伝えするニュースフラッシュです。ニュースフラッシュ。日本超党派議員の会、約2年ぶりに靖国神社を集団参拝。日本の超党派議員の会が7日、太平洋戦争永久戦犯が合祀された靖国神社を集団参拝した。共同通信によると、与野党の議員で構成された、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会のメンバーは、この日午前靖国神社を訪問して参拝した。同会の靖国神社集団参拝は2019年10月18日以来、約2年2ヶ月ぶりだ。昨年は流行り病の拡大で一時中断した。米海兵隊と陸上自衛隊レゾリュートドラゴン21合同軍事演習が進行中で、在日チコメ軍は本日7日、最新の訓練写真を公開し、日本の AH-64 アパッチヘリコプターが AGM-114 ヘルファイア未満ルイルを標的に発射し、地上攻撃火力の迅速な支援を示した。これは
コメ第16回戦闘航空旅団の公式青い鳥からです。URL はコメント欄に貼りますね。脱獄犯とそっくりすぎて、3日で5回逮捕された中の国人男性の悲劇的実話。こちらの坊主頭の匿名男性は、中の国の吉林省に住む、普通の一般市民。ところが、2021年10月に、3日間で、5回も警察に逮捕されてしまったのです。匿名男性は、犯罪を犯したなど、全く身に覚えがない。なぜ、匿名男性は、急に、警察から目をつけられるようになったのか？実は、その時、地元吉林省の刑務所から脱獄して行方をくらませた囚人と、驚くほどそっくりだったからなのです。小山田くんの癒しコーナー。あ、置いてこないで。待て待て。私たちも連れて行って。小山田くんもいつもこうですね。バラさないでください。ハトポッポが、青い鳥を更新。二つ紹介します。米政府は、北京ウォーキー運動会に政府関係者らを派遣しない内向的ボイコットを決めた。国内の人気鳥に流されて、価値観の違いをことさらに強調し、対立を煽るのは完全な間違い。日本政府は、日米同盟を盾に追随してはならない。今こそ、価値観の違いを乗り越えた共存外交の道を世界に示すべきだ。あと一つ。安倍前総理の台湾有事は、日本有事で、日米同盟有事発言は、中の国を怒らせただけでなく、米の国を困惑させた。米の国は、台湾有事でも台湾を防衛する義務はないと言っているからだ。さらに、尖閣は、日本領発言を繰り返す安倍氏に台湾すら怒っていると聞く。台湾すらもだ。こんな下手な外交をしたら日本は孤立するばかりだ。ネットからは、もはや、某国のエージェントだと言われても仕方ないくらいずれてる。台湾でことが起こったら、日本に影響があるのは、当たり前。海上輸送、戦略拠点、とうとう、対岸の火事では済まされない。自分は、米と日本国民を怒らせ困惑させたやないか。本当、この葉とポッポは、話し合いしないでほしいですよね。もう、こんなんが元首相ということが、日本の悲劇ですね。あら嫌だ。小大和くんたら、日本に悪いことする人は大和が、絶叫しちゃうぞ。ではでは、また、動画作成いたしますので、よかったらお願いします。ご視聴、ありがとうございました。